ください。県ですお下がりください。大変県ですお下がりください。選手の前大変県です。広く上げてください。お下がりください。大変県ですお下がりください。選手から離れてください。県ですお下がりください。お下がりください。お気をつけください。お下がりください。第4試合ファイブスターグランプリ2023ワンスターズカップリーグ戦プレーオフ一本勝負、勝ち点4渡辺真帆 VS 勝ち点4アロン・サウル、レフェリー竜さん。勝者渡辺桃。ただいまの試合9分22秒渡辺桃選手のフォール勝ち。したがいまして、渡辺桃選手勝ち点6点となります。
もうあいつはどうせ優勝できねえんだからよ。なあ、アロマ沙織のファンはこのブラピを応援したらどう？ねえ、応援した方がいいよ、私が優勝するんだからさ。まあこれからもまだ6戦くらいあるかな。まあこっからも勝つから、今ならまだ全勝優勝いけるね。私への可能性はないですか？ゼロではない。ゼロじゃないなら私誰やと思ってます？絶対靴彼方ですよ。3連敗、2引き分け、勝ち点1点、心折れてるわけないやろ。この後楽園ホールに来るたびに私を思い出す。あの日どんな思いを持ってこのスターダムのリングに上がったか。さらに輝くため、この時には自分の名前を刻むため。よし、宇宙一きらめくスターダム、この夏最強の女神を決める5スターグランプリがついに完結。9月30日横浜武道館にて優勝決定戦開催。チケット絶賛発売中。スターダムが佐賀県に初上陸。9月17日佐賀市立諸富文化体育館ハートフル。宇宙一きらめくスターダムを生観戦できる千載一遇のチャンス。絶対に絶対にお見逃しなく。宇宙一きらめくスターダムのアイコン、山口県出身のプロレスラー岩谷真由が凱旋。9月18日 KDDI 維新ホールにて開催。チケットはスターダム公式サイトをチェック。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登